はい、どうもサッカンです。今回はパワープロ2018のサクセスやっていこうと思います。今回はとある選手を作るためにやるんですけども、まあ早速、やっていこうと思うんですけど、野手ですね今回は。なので、攻略サイドとか見たら五稜郭高校っていうのがいいらしいので、これを選びます。さあ今回作っていくのは与那嶺かなみさんという、選手です。まあ元選手なんですけども、時代で言ったらもう応援より前の選手ですね。生まれはハワイで、ですね。なので国籍はアメリカです。そして、ウォーリー与那嶺っていう風な名前も持ってますね。それで両親はただあの日本人で、ハワイに移住して、それでアメリカ国籍ということみたいですね。で元々アメフト選手で、怪我の後に、野球転向したという経歴がありますけども、マイナーでプレーをしていました。今のあのメジャーリーグの下ですね、マイナーリーグでプレーをしていて、その後に日本へ来ます。選手としては俊足高打の選手で、首位打者、3回取ったりとかしてますね。日本にねアメリカンベースボールを持ち込んだ、まあ今では当たり前になってるような走塁のテクニックとか、激しいスライディングとかね、まあ、タックルはちょっとコリジョンでもなくなってますけども、そういう激しいプレーを、持ち込んだ選手ですね。なんで激しさとクレバーさみたいなのを持ち込んだ。で弱点はアメフト時代の、怪我でね肩が弱かったらしいんで、なんでねこの与那嶺かなみさん有名な選手なので、もういろんな人が、再現の、選手を作ったりとかしてますんで、なるべくその選手を参考にして作っていこうと思うんですけど、もう多分画像バンって出てると思うけど、こんなん作れんのかなって、そもそもできるかちょっと不安です。まあやっていこうと思いますので、結構カットバン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 入れてねやっていくと思います。もういや、もうスタンダード1でもなんかこれでいこうか。なんか G 多いな、こんな感じなんだ。これはノーマルで行こうかな。エキスパートとかちょっと無理なんでね。よし、じゃあ行こう。アイテムもちょっとないんで、これで行こう。天才にしたかったけど。20年前。もう飛ばすか。なるほど。恋人取られたわけだな。お、矢部くんだ。与那嶺、こちらこそよろしく。あの人が森さんですね。森健三。キャプテンがまず一等賞にやってもらう。一等賞はあの一等賞の一等賞ね。で、五稜郭での生活が始まったと。さあ練習、これなんか攻略のちゃんと方法があるみたいで、それ通りやっていかないとね、多分俺は無理なんだな。練習の説明は見ない。福水くん、福水くんってあれか、前あこの階層の、ま、あの話であった階層じゃないな。好きな女の子一人を呼んで、野球部のマネージャーに設定できます。よろしくお願いします。お願いします。あ、やべ、途中切っちゃった。もう一回流そう。あ、流せないのこれ。もうビビっちゃうよ、もう声出ちゃうと。いつまで喋るのか分かんないから。これ 10% とか書いてるけど、絶対 10% じゃねえと思うんだよな。もう小学生の頃から思ったけど、ガチャとかだったら 10% とか全然出ないのにさ。一等賞でも一等ってなんでこんなにバッティングうまいんだ。コツを教えてくれ。部員の面倒を見てやらねばならん。何の話。あ、ゲームか。おい、いい加減にしろよ。お、福水、眠れないじゃないか。法律で休み時間のゲームを禁止してるでやんすか。謝ってくるんだ。なんかあれだな、律儀だな。初見も追いかけんといかんな。 15% とか大丈夫なのか。やべえな、監督とのなんかイベントが3週目にあるらしいんだよな。もう全然間に合わねえぞこれ。何、あ、なるほど、ナンパってか口説いてんのか。あ、でも注意しとっか。あ、やった。うん、オッケーオッケー。オッケーなのかな。燃えてるって何よそれ。おい、大丈夫か。めちゃくちゃやん。校庭で花火をしていたバカどもの火の不始末が原因らしい。どうすんだろう。あ、今さっき出てたあの工事してた子ね。お、やってくれるんだ、ありがたい。さあパワーマップはどこ行きましょう。あ、なんかいると。展望タワー、なんでこんなとこにいるの。一棟、まあいいや、行ってみるか。一棟のとこ、まあでも無難に行っとくか。おい、一棟。いや、待て待て、チャンピオンになったものにふさわしい場所。うーい、ナンパしてるだけやん。お、福水。え、なるほどなるほど、儲けが出ねえんだな。おっちゃん、アンパンとクリームパン、メロンパン1個ずつくれ。お、はいはい、アンパンとクリームパンとメロンパンでやんす。 あ、これで福水ベーカリーが入ってくるんだな。それにしてもクリアまで101ターンあるんかい、長くない。あー、試合来ちゃった。能力上げないと。そもそも出れんのか。出れねえな。あ、1号ちゃん、
れナンパなのか、誘拐にも見えるけど助けるしかないんじゃないの。おい、行くぞ。あ、福水。おい、やめろよ。あー、持ってかれた完全に。少子化対策推進のために日々努力してるんだ。そういうことね。 ありがとうです。ありがとうです。あんたバカですか、バカですか。こっちの目つきの悪い方です。え、俺。はい、式はいつにするですか。なんだこいつは、なんだこいつは。怯えるんじゃない福水。ハンバーガーショップなんか誰かいるけど、パワードック買っとくか。なんかカラスか。あ、出た。犬やろ。ガンダー。あ、これあれか、なんか最後に福水の親父と一緒になんかこう並んで喋ってたところ。福水さん怯えないで、はい、集合。出た。あ、そっか、バッティングセンターをやってるんだったな。第2に店の営業が出てくるのか。出た、イチゴ。お、そっか、金かかることは嫌なんだな。結構広いな。遅いと何なんだろう。あ、やっぱ技術が上がったか。もう1年経つぞこれ。なに、フミズと取り持てと。もうめちゃくちゃだな。フミズからしたらもう意味わかんねえよ。くそー、口割りやがった。俺の趣味って本当に妹萌えだったのかよ。なんだこいつ、九条万能。こいつはどうなんだろう。頑張って聞き取ってみるか。うわ、もうめちゃくちゃ時間経って、2時間ぐらい経ってんじゃないの。一頭、お、一頭もだいぶ上がってきたな。 13% 怖いなこれ。でも出た、 13% だぜ。大丈夫なのかな。あ、よかった。おお、ついにこの、嘘だろ。なんだよ、10、何パーだった、あれ。なんだよそれ。いや、そりゃそうだろ。なんだよもう。友達と行くよそら、矢部くん誘ってさ。これどれ選んだらいいんだ。健康にしよう、健康。おお、大吉か。お、デイタ、フミト。あれ、デイタってなんかおらんかった昔。メガビット工業。鳥がいる。あれ、文鳥なの。えらく落ち着きのある文鳥だな。文鳥って結構なんか首振り回してるんだけどな。あ、兄貴か。デイタって。そういうことね。おい、失礼なメガネだな。だって。なんだ。うわ、中学生か。あ、新入部員かな。新入生なのにユニフォームを着ている。パワースピ、プロスピか。あ、対戦相手もしかしてデータか。文鳥の試合リアルタイムで見れた。一本くらいヒット打てや。スーパーメガネボーイ下手すぎ。またや。理由を教えてくれ。そんなこと勝手に言っていいのか。危険人物じゃん。ちょっと大丈夫なの。ずっと福水休みだな。あら、いや、おお、よかったな。それよりさ、なぜあんなものを福水は作ったのか。転校、 あれかな、親父さんの高校に行ったりするのかな。もしかして気にせず捨てるって。絶対あかん。よく見ましょうよ。少子化の話してんのか。うわ、もうずっと喋って、もうめちゃくちゃだな。出た、新入部員。キャバクラ嬢。マスター。夜逃げ屋。おのわけ。え、ファースト？あれ、あいつは？おのわけ。夜なみね。ちょっとなんか音が似てるな。ファーストって感じでもねえんだけどな。あ、それで？でも守備下手でファーストも怖いけどね。なるほど、悪送球なんだな。肩強いのにファーストってなんか清原みたいだな。サードしよう。あ、ちゃんとこれ話つけてんのか。どう？ダメだな。
テスト、いやテストとの様子を見る、お腹を満たす。監督、お、うまい、あのおじいちゃん。おっとっと、何者だよ。花を大事にする心だ、バランス感覚だ。もう矢部くん、もう人の不幸を笑いすぎだよ。あ、ふたみってこの人か、おじちゃんの名前だ。さっきのあのゆっくり喋るやつは違う名前か。ついに乗り込んできやがったな。え、なんで俺が対戦しないと。ギュイーンって言ってんだけど。ここはしっかり見ていこう。変化球狙いでいこう。お、打った。ああ、メガネよりはいいな。だって、うわ腹立つ。あれ文鳥がおったら多分本音を言えるんだろうな。ライバルなんだデイダー。あ、ついに五稜郭との試合になったぞ。しっかりボール見ましょう。お、出た、懐かしい。デイダーの兄じゃない。あ、今の試合終わったかと思ったら、そうじゃない、ただのイベントだったんだ。絶対出れるはずなんだよ。スケスケゴーグル買います。お、来た。現実とゲームの区別はついてないって結構ひどいこと言うな。ここ1時間ぐらい全然野球ゲームのバッティングとか守備とか全然してないんだけど。あ、矢部くんみたいなやつがいるな。もう矢部くんみたいなやつって一体何人いるんだろう。9番レフト、はい、入れ。あー無理か、本当はホームランしたかったんだよ。基本的にホームランを打っていかないと経験値がね少ないんだよね。カーブか、打ちづらいぞそれ。あー引っ張りすぎだ。うわ、ナックル、ヒット。くそー、ヒットか。ホームランかと思ったな。出た、鋼。鋼とか懐かしいわ。確かパープル9にも出てなかったかな。あ、9にあれか、出るっていうか選手のデータとして出るだけか。相手ピッチャーとして出るみたいな感じじゃなかったかな。